やりまくす、やりまくす、やっぱさ、いっぱいいるよね。羨ましいな。羨ましく。羨ましく。ご機嫌だな、この人。おはよう、リナ。ねえ、アニアックスいるなら言ってよ、もうびっくりした、もう。もうさっき来たね。来たし、歌ってたから。ご機嫌ですね。まあ、でもえ、何何ご機嫌だなって言ったの。え、そうなの。そうなの。今な、MBTI リヌやっててね。あ、そう、そうで、高橋海人くんいるじゃん、キンプリの。ああ、と一緒だったの。へー、超嬉しくて。アニマックス、そう、アニマックスで ENFP、 結局そのない、 ENFP、 ENFP、 はあ、運動家、うん、運動家、運動家、うん、で、運動家で、そう、特徴としてはね、はい、優しい。めっちゃ合ってない？みんな優しくしてるじゃん、みんなに世話好き。確かにね、なんか田辺ちとかさ、ほら別所くん手かかるからさ、結構世話してあげてるもんね。あげてる。あとポジティブ、ソリーヌ結構ポジティブじゃん、まあまあまあ、すごい、めっちゃ当たってる、まあまあ、めっちゃポジティブ。 MBTI って、まあ、良くも悪くもね、なんか当てはまりますからね。断れない。そうなんだよね。断れないって何が、なんか言い寄られたら、なんか最近多いっすよね、 MBTI で話し進める人は。あー、はいはいはい、一昔前のさ、血液診断みたいなもんなんかな。そうそう、動物占いとか、何型だから何なんだ。あー、そうですね、共感力があるだって、まあ、ねえなの。確かに共感力あるやつ、みんなよく分かるって言うじゃん。あ、分かるって。じゃあアニマックス入ってたんですよ、ターナ。そう、アニマックス入ってた。めっちゃ羨ましくないですか。ねえ、アニマックスって何。そっからか。まあ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 、まあまあまあ、いいよ。まあで、そのアニマックスでね、昔夏になると視野が広いんだって。え、めっちゃ当たってんじゃん。狭いだろ、狭いだろ、ね、めっちゃ当たってんじゃん。アニマックスでさ、昔ね、アニソンコンテストみたいなのあったのよ。タラメッチは、はい、タラメッチは何。あ、 MBTA、 なんで回すんだよ、この人。すごい回すじゃん。 MBTA って確か、うん、なんだっけな、冒険家。あ、 ISFP か。早っ。ISFP ね。ISFP は、冒険家なんですか。あ、出てきた、出てきた、冒険家。インディ・ジョーンズじゃん。やめろよ。待って。なんすか。超待ってんだけどね。なんで、なんで。声でかいっすよ。なに、めっちゃ。決断が苦手だって。ほら、カナデッチ全然ほら、選べない。YouTube 普段じゃん。まあ、どれにしようかなって。とかあるかな。食堂とか行ってもさ、どれにしようってずっと言ってんじゃん。なんか断りってる、断り多いっすね、今日。めっちゃ合ってんじゃん。好きなのが MBTI。 スケジュール管理が苦手だって。なんで俺に言ってるんですか。めっちゃ合ってない。なんで俺に。だってめっちゃ合ってんじゃん。全然明日ってさ、授業あったっけとかさ。まあまあまあ、人に聞いてさ、まあ、当てはまる。ズボラなとこあるな。合ってるじゃん。あ、ほんと計画性がないっていうのもね。いや、まあまあ、後先考えないでさ。でもめっちゃ合ってんじゃん。そんな別に後先考えないとかね。孤立してしまうことがあるんだって。確かに。大丈夫です、大丈夫。ただ、ベッチさ、たまに一人になってもね、気づいたら。こんな笑ってられる。気づいたらさ、ポツって、で、リールとかさ、なんで一軒家みたいに言うんだよな。話しかけてあげなよって。一軒家みたいに言うな、人のことが。なんか、すっごいめっちゃ合ってる。ショックなんだけど、なんか面と向かってポツンととか言われる。ただ、さんは一軒家じゃないですよ。集合住宅ですよ。別にそれも嬉しくない、集合住宅で。何なんですそれ。 ISFP の有名人、同じ有名人教えてあげる。はあ、プロタン一緒だって。プロタン、プロタンと一緒だって。プロタン、プロタンと一緒だって。うん、そう、よかったっすね。まあ、貢献してたもん、あの人な。プロタンとトシミツと一緒だって。トシミツくん、YouTuber しかいないんですか。これ YouTuber しか出てこないんですよ。ユタボンいるじゃないですか。え、ユタボンいるなら冒険家だから。え、ユタボンの、じゃあ調べてみる。いや、大丈夫です。え、いい、いい、オッケーオッケー。え、じゃあ調べようか、ユタボン。ユタボン、いいって言ったの。やっぱ調べた方がいいかなと思って。何が共感できるなんだ、この人。ユタボン好きだな、こういうの。NBTI のさ、有名人なんてさ、本人が別に公言してるわけでもないしな。確かにね。ごめん、出てこない。ごめん。ほらな、ほら、本人公言してないのにさ。出てこないよ。何なんだろう。まあ、一番の冒険家ですよね。ごめんね、多分冒険家じゃないかな、さすがに。え、別所君は？あ、僕っすか。うん。討論者。ENTP か。早いなぁ。早いなぁ。ENTP ね。覚えられないもん、この4文字。PPAP
しか分かんないですよね。PPAP くらいしか。どれが面白いんだよな。めっちゃ合ってるもん。なんてもうこんなんで決めつけてくんな。めっちゃ合ってるもん、だって。めっちゃ合ってんのね。プライドが高い。クソがね、プライド高いもんね、なんかたまに先輩にさ、なんか立てついてさ、いらないプライドがあるからさ、いらないプライド高いんだよね。すごいね、相手に求めすぎる。確かに、なんかいろいろさ言ってくるもんね、理由とかに、なんか何々した方がいいですよとか。いや、まあまあ求めすぎなんだって。様子がおかしいからじゃない。うん、あと気分や。確かになんかさ、かおこうさ、たまになんかさ、ぶっきらぼうな時あるじゃん。これか、今のこれか。これはな、確かにな。この状態か。手のひらだよ。決めつけてくんのがすごいやん。まあね、わかるわかる。だから屁理屈。指さすな。今もなんかさ、言ってるでしょ。指さすじゃん。すごいね、MBTI。もうめっちゃ合ってんじゃん。変わんねえなんだって、こんなん。小学校とか。知識過剰。合ってる。空気読めない、自由すぎる。なんか俺、悪口多くないですか。いやでも私もだったね。他人の感情が読み取れない。俺悪口多くないですか。俺悪口多くないですか。分かるですよ。でもベーシックが守れず時間にルーズ。あってよ。悪口多くないですか。俺だけ分かんない。否定されるのが苦手。悪口多くないですか。でも田村さん2、3個あったのに。まあまあなんか多かったな。なんかいいところ。むかつく。でもなんかポジティブなことは一切言ってくんないの。時間か、ね、なんかあれだけど。ちょっとまだいて、まだいて、まだいいでしょ、まだ大丈夫でしょ。まあ、講義ないからね。講義ないから、うん、逆にいい講義、講義あるんじゃないの。みんな大丈夫、まだ。え、そうなんですか。有名人。あ、出ました。光る。YouTube。 有名人って YouTuber ですけど、ずっと。え、待って待って、こっちすごい、ひろゆきとも一緒。ネットの人ばっか。ヘリクス。確かに嫌だな。なんか嫌だな。なんかちょっと距離考えちょっとやめてくださいよ。田村さんもそういうごめんごめん、そうだよね、ごめん。あくまでそうだよな、これ診断なんだからな。相性とかちょっとでもなんかやっぱ光とかひろゆきに立て込まれるとさ、ちょっとうってなる。プロさん、あ、朗報があります。なんなんだ朗報って。 ISFP と、あ、運動、はい、ENTP、 はい、相性超いいです。あ、そうっすか。いいね、なんかヘリクツとね、計画性がない二人合ってるじゃん。じゃあプロさんとひろゆきは相性超いいのね。超いい、プロさんとひろゆきは超いいんだよ。私と飯君が相性超いいってことは、プロさんとひろゆきもめっちゃいいんだ。絡みたいな。まあそうなるよね。で、リーそうなるよ。何今の、なんか雑な飯だよ。ここで雑な自分の。ごめんなさいだけど、多分何ごめんなさいだけど、 NFP のリームと相性は、あ、何でしたっけ、リームさん。え、ENFP なんだっけ、それが。なんだっけ、運動家。あ、なんで一回言ったら分かんないの。優しくて世話好きでポジティブでクリエイティブで断れない。おい、悪口言えよ。単純の悪いとこ言って。俺単純10個ぐらい言われたんだぞ。私のポツンと一軒やみたいな。ね、リーヌは相性が悪いのが仲介者と知らないよ、あんた。で、相性がいいのが教師。リーさん、あれじゃないですか、うん、ね、やっぱ一番 KY じゃないですかね。まあそうだな、リンナ KY だな、一番はな。端的に言えばね。端的に言えばそうだな、はい、KY だ、リンナ KY っていう MBTI があるの。あ、だから ENFP でしたっけ。うん、の ENFPKY。 え、待って、 ENFPKY です。なんか後ろにつくやつあるよね、はい、え、待って、 ENFP の KY って調べたら出てくる。 ENFPKY、 それ性格、え、出てこないんだけど。え、何？ KY よし、リンさん KY、 これでいいっすよね。うん、もう本当に KY。 何 KY って。いや、もうリンさん KY、 OKOK、 もうみんなそう思ってます。大丈夫です。もうみんなそう思って。当たってますね、本当にね。すごいね、MBTI な。当たってるよ。当たってんの。当たってる。はい、優しくて、うん、KY、うん、嬉しい。やっぱそう、すごいね。優しい KY、やっぱ MBTI すごいわ。よし、じゃあ飯食、ちょっと飯食いこう。飯食いきますか。うん、YSNY だな、今日な。 YSNY、 あ、今日 YSNY でいいかな。あ、よしだよね。うん、 YSNY でいい。え、よし、え、 YSNY ってのもあんの。あ、じゃあ GS GK GK、GKSK にします。学食な。あ、ごめんなさい。いいね、やっぱ仲いいね、ここね、ヘリクツと。
計画性ない2人で。海斗君と一緒嬉しい。ナンバーワン一番ただやる一番気がつかとくとくそみんなまさかまさかかだいきにりやあふれ出すパンマがギリギリます。やったリングはテッショ君フワちゃんとも一緒なんだ、すごい。魔法カード発動、強制チャンネル登録。ライフポイントを4000払いチャンネル登録をさせる。1345678911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 1